務士の山本です。今日は、アルバイトやパートさんが定着しない原因と対策と謳いまして、そういったところをご回答しようと思います。まず最近ですね、労務関係に関する相談をよく受けておりまして、例えばアルバイトやパートさんがすぐに退職してしまいます。当社としては長く勤めてもらいたいんですけれども、一体どのような採用活動をすればいいんですかという問いを受けます。しかしながらですね、実は、アルバイトさんやパートさんの、退職率、離職率が高いというのは、実は採用活動だけを変えてもそれはあまり効果がないというふうなデータが実際出ております。そういった採用活動を増やす、質を上げるというよりも、むしろ、今社内にある問題を解決するという方がどちらかというと効果があるというふうに、私どもは考えます。今ですね、例えば民間の調査でですね、そういったアルバイトさん、パートさんの退職率というのをこう弾き出しているわけですが、例えばですね、1番の退職理由で言いますと、サービス残業が当たり前のように続いた時ってありますけれども、実はサービス産業というのは当然ながら違法ということになりますので、そういったことが続くというのはやはりよろしくはないと思います。2番、理不尽なことで上司が、怒ったとき、怒ったとき、怒ると叱るは違うんですけど、感情的に怒ったときということですね。3番目は、自分に対する上司の言動に、ちょっとこれはもうついていけないなと感じたときというふうなデータも出ております。お給与関係はその中にも10位の中には入っておるんですが、どちらかというと社内の中のコミュニケーション、人間関係というところがやはり多いのかなというふうには思います。採用活動をですね増やせれば、その分人は一時的には多くは入りますが、やはりいい人材というのは定着しようとしていただこうと思えば、今ある社内の問題を一つでも重度のところを軽度にするだけでもかなり改善されますので、まずはそういったところのシステムからですね取り組んでいただけたらなと思います。